ということで、今回もまたフェミパームのアップデートがまた来てます。今回はパームジンバルの方のアップデートで、オプティマイズ FPV モードってことですね。 FPV モードのオプティマイズ正常化みたいなところですかね。じゃあ何が変わってるのかっていうのは正直あまり分かんないんですよね。 Okay, today's video is also about FemiPalm. Today, firmware update is available.何が変わるんでしょうか。ということで、とりあえずちょっと今実験で撮ってみたのと、とりあえずダウンロードします。で、ジンバルとまたいつもと同じようにつなげます。はい、つながりましたよ。で、またアップデートが出るので、アップデートなのでアップデート始まります。アップデートサクセスフリーです。バージョンとかっていうのが特に書いてない、書いてますかね。ファームウェアアップデートじゃないのかな。ファームウェアアップデートは4月29で止まってますね。今回のアップデート、マイナーアップデートになるのかな。なんて言うでしょう。バージョンインフォメーションで、カメラの方は V1120.02 で、今回ジンバルの方で、この公式のサイトには、2024年4月の7日にジンバルのファームウェア V104.1 が来てるんですけど、今これ見ると V105.B1 じゃなくて I か、 V104.I で、こっちが V105.B になってるので、公式のサイトではまだ出てないんですけど、このアプリ内ではもうファームウェアのアップデートは終わっているというか、もう発表されてダウンロードできる状態になっているってことですね。ということで、このジンバルの FPV モードで撮影をしていきたいんですけれども、ちょっと今外に出ることが難しいので、簡単なFPV モードなんで、全部についていくような形ですね。で、簡単な何が変わってるのかっていうのがよくわかんないですけどね、正直。まあね、ますますね、なんか進化していってるような感じにはなりますね。それをフラフラするとやっぱり横にね、この FPV モードは揺れるので、何が変わったっていうのがじっくり同じ映像で比較できればいいんですけれども、まあ、本体が一つだけなので、それはちょっと厳しいところですよね。まあ何にしろオプティマイズって何て言うんだろう、オプティマイズって何ですか。ところでオプティマイズは最適化する。 Google さんありがとうございます。こちら見えるかな、最適化するということです。まあ、いい方向に向いているということは確かですね。とりあえず今回もまたファームウェアのアップデートがありましたので、それをしてみて、まあ、ちょっとだけ比較できればなと思いました。では以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。 Thank you for watching my channel. See you later.